レニーのデータをまとめてクロウさんたちに報告しに行く間、聞いていた通りに施設内は混乱していた。すれ違う人は誰もが駆け足で飛び交う声があちこちから聞こえる。戦争をしている実感を今でもまだつかめていないけれど、緊張した空気は伝わっていた。まあこんなもんかな。終わった？一応な。これ追加データここでまとめてく？そうだな、途中までやったし、ここで全部やっていく。了解。あのさ。何？さっきクロウさんが言ってた件なんだけど。うん。もしゼロが戦場に行くことになったとしたら、どう思う？どうって？いや、さっきアンドロイドの使い方の話しただろ？自分がその立場になるわけじゃん。まあ、仕方ないな。そうだけど、そうだけど、怖いとか嫌だとか思わない？怖くはない。実感がないからかもしれないけど、俺は行かせたくなかった。未完成だから不安？そうじゃないんだ。よくわからないけど、故障してもフェンが修理してくれるんだろ？俺は。それよりフェンは大丈夫なのか？俺？戦場へ行くことはないだろうけど、今動いてるアンドロイドたちの修理が立て続けに入ってくることになるだろう。修理できるのがフェンしかいないってことは、全部一人でやることになる。そうだな。そこはしょうがない。やれるだけやるさ。助手とか取らないのか？いれば、少し楽になるだろう。それは考えてないな。第一、他の人は博士のアンドロイドを理解できない。それに俺自体が助手ですし。心配してくれてありがとな。心配したのだろうか。俺はフェンは唯一アンドロイドを修理できる存在だから、いなくなってしまうと困る。でもそれ以上に、知らないことを教えてくれたり、俺の話を聞いてくれるフェンのこれからを気にした。
俺には感情がわからないとずっと思ってきたけど、本当は。ゼロ！セレン？会えてよかった。どうした？ここにいていいのか？ちゃんとすぐ戻るから大丈夫。ゼロは今からクロウさんのとこ？うん。そっか。まだ何も命令出てないよね。さっきの今だからな。そうだよね。もしっていうか、嫌だけどおそらく、ゼロにも命令出るんだろうけど、ゼロはどう思ってる？それ、さっきフェンにも聞かれたんだけど。え？あ、そうなの？なんて答えた？故障したら、フェンが修理してくれるんだから、別に何も。何もって、自分に無頓着すぎでしょ！戦場だよ！いつ死ぬかわからないんだよ！怖いとか、行きたくないとか、あるでしょ？それも言われた。でも、そのどっちも、特に思ってない。俺がまだ戦場に行ったことがないからだろうけど。セレンはどうして、そんなに俺のことを気にしてくれるんだ？さっき知り合ったばかりなのに。それは、今は、言えない。っていうか、本当はもっと早く会えるはずだったのよ。それをフェンの奴が小細工しやがって。そうなのか。そう、ほんと腹立つ。そういえば、俺が入る前も言い争ってたな。仲、悪いのか？そう聞かれると、なんとも。けど、信頼はしてるんだ。まあ、いい奴だよな。けど、私は、何があっても、ゼロの味方だから、フェンよりも。え、ありがとう？うん。フェンもゼロの味方だけどさ、私のことも頼ってね。あんまり、頼りないかもしれない、けど。そんなことない。えへへ。あ、私、そろそろ行かないと。そういえば、セレンはどこの配属なんだ？私は、第三部隊の所属。第三部隊？そ、割と前線。え？だから、もし逃げたくなったら、私に教えて。ゼロさん、どうかしました？いや、何でも。そうですか？あ、データありがとうございました。あ、うん。それにしても、データ収集の予定表、組み直しですね。って言っても、組み直したところで、どうせその通りにはならないんでしょうけど。俺が自分でやる。他にも手伝えそうなことがあったら、言ってくれ。おうおう、ゼロもなかなか優秀な部下になってくれそうだ。なあ、リズ。いいから、クロウさんは手を動かしてください。それじゃあ、お願いしちゃいます。うん。でも、大丈夫ですか？何が？なんだかずっと考え込んでるようだったので。ああ、少し。ごめん。いえ、謝ることでは。じゃあ、心配してくれて、ありがとう。なんかさ、この間の話を聞いていなかった件の時も思ったが、未完成であっても最新体だからかは知らねえけど、ゼロって本当に人間みたいだよな。最初は初期のアンドロイドみたいだったのに、どんどん成長っていうか、進化してって、感情も出てきたし、無表情じゃなくなったし、仕草も人間っぽい。ま、人間にしちゃ感情がまだ薄いけど。それにしても、心配かけてすみません、じゃなくて、心配してくれてありがとう、が出るとはね。何かおかしかったですか？いや、いい傾向だと思うけどね。なあ、リズ。はい、そうですね。どうした？いえ、ちょっと、驚いてしまって。ああ、ま、今までのアンドロイドとはかなり違うからな。わからなくもない。もしゼロが完成してたら、どうなってたんだろうな。はい。さて、リズに怒られる前に仕事に戻るか。
ってやべ、会議忘れてた。私たちも仕事しましょうか。そうだな。ここに来る前にセレンに言われたことが頭を離れない。だからもし逃げたくなったら私に教えて。逃げるってここから？どうして？そしてどこに逃げる？ゼロさん？あ、血が出てるじゃないですか。切ったんですか？悪い。結構深いですね。フェンさんのところに一応行ってきてください。わかった。ごめん。謝罪はいいです。何があったのか知りませんが、自分だけで解決できないのなら誰かに相談した方がいいですよ。そうだな。ありがとう。あ、ゼロどうしたの？その手。ちょっと刃物で。そこ座って。うん。ガラス越し、俺が一番最初に目が覚めたベッドには今はレニーが横たわっている。目は閉じていて、横にある機械だけが動いているようだ。ふとレニーの言葉を思い出した。大丈夫か？痛みはありません。あれだけの怪我をしていて痛みはありませんと言っていた。俺が刃物で少し切っただけでもジクジクとした痛みはあるのに、銃弾が貫通していて痛くないはずがない。あれは俺に気を使ったのだろうか。アンドロイドにそんなことができるのか知らないけれど、それとも本当に。ごめんごめん、滅多に使わないからどこにしまったか忘れて。なんだその箱。これは秘密道具が入ってる箱。使うのはゼロくらいかな。ふーん。箱を開けて何かしているフェンの手元はこちらからは見えない。部屋を見渡すと、いつもは空いているベッドだが、今はカーテンが閉まっている箇所がある。彼らも怪我をしてここに来たんだろうか。怪我は痛い？なあ。ん？怪我したら痛い？そりゃ痛いだろ。痛くないの？痛いよ。でしょ？でもレニーは痛くないって言ってた。それは気を使ったとか？さっきクロウさんが俺のこと人間みたいって言ったんだ。人間にしてはまだ足りない部分もあるけど。ゼロは最新型だからな。他のアンドロイドより人間に近く見えるんじゃない？じゃあさ、なんで俺に救急箱なんて使うんだ？これは応急処置で。知ってる。クロウさんが前に使ってたの見たし、知識としても知ってる。でもレニーの時は使ってなかった。レニーは怪我がひどかったから、こんなのじゃ間に合わないだろ。うん。でも俺あの時ちゃんと見てたから。あの機械通せばすぐに止血されてただろ。なんで俺にはあれを使わないんだ？使わないんじゃなくて使えないんじゃないのか？ああもう、そうだ、ゼロには使えない。それは俺が最新型で未完成品だからって言いたいけどな、そんな簡単には騙されてくれないよな。どうせそのうちバレるんだし。考えてる通り、ゼロは人間だ。アンドロイドじゃなくて。そうか。そうかって、相変わらずそこについては特に感想ないのかよ。うん。ただ
どうしてそんな嘘をついたのかは気になる。それと俺が誰なのか。それは逃げたくなったら教えて。え？逃げたくなったら教えてって言われたセレンに。あいつ最初は意味がわからなかったけど、俺が人間でアンドロイドと嘘をついてここにいて、発見されたのが博士の家で、逃げたくなるかもしれないってことは。ああもう分かってんじゃん。即興で考えた割にはいいアイディアだと思ったんだけどな。俺が、そう、ゼロがアンドロイドを作ってた博士だ。さすがにこれには感想あるでしょ。全然記憶とかない。そりゃな、だって博士嫌になって全部消しちゃったし。消した？そう、消した。なんで？フェンは？え、何？俺？博士の助手って言ってたし、いろいろ知ってるんだろ。教えてくれ。俺は知りたい。わかった。ただしもう逃げるな。逃げる？って、もう博士としての記憶はないんだから、言っても無駄だろうけど。でも、逃げないって、約束してくれ。わかった。はぁ、博士は、説明した通り、アンドロイド制作において天才的だった。最初は趣味というか、個人で作ってたんだ。難しいけど楽しいし、完成したアンドロイドと最初に話すときはワクワクするって言ってた。ただ博士はすごい人見知りだったから、仕事関係の来客とか自分が作ったアンドロイドに任せてて、それが軍に目をつけられちまった。まあそれがレニーだったんだけど。レニーか。確かに最初にここに来たって。そう、アンドロイド研究でここまで進んだものは他になくて、博士の家で来客用として使われてたレニーは軍に連れて行かれた。レニーにはその時の記憶はないはずだけど、俺らのことも覚えてないと思う。博士が調整してたから。で、軍の一部がその研究を軍事転用しようってことで、博士は無理やりアンドロイドの開発をさせられた。もともとそんなことのために作ってたわけじゃないのに、博士は兵器となるアンドロイドを作らされて、しかも感情があるアンドロイドだ。嫌だったけど、軍の圧力に個人が勝てるわけがなくて、なんとかやってたんだけど、ある日限界が来た。博士がもう嫌だって言った。だから俺は嫌なら逃げようかって言ったんだ。その頃には軍にいたセレンも、元は博士の知り合いでよく懐いてたから協力するって言って、でも博士は逃げ切れるわけないって諦めてて、死のうとした。それを俺が必死に止めて、そしたら死なない代わりに全部忘れるんだって。だから俺は。ごめん。なんでゼロが謝るんだよ。嫌なこと言わせたから。別に嫌なことばっかりじゃなかったんだ。結果がこうなっちまったけど。うん、話してくれてありがとう。いや、俺がもともと言わなかったんだ。ごめん。それは俺のためにでもあったんだろう。なら謝るな。うん。それと俺にはその時の記憶はもうないけど、俺は今ここに入れてよかったと思ってる。え？もしその時にフェンが止めてくれなかったら、俺はここにいない。みんなとも会えてない。いろいろあったけど、俺はこれでよかった。ちゃんと考えたことが今までなかったけど、フェンや
リズさんやクロウさん、セレンとレニーと、みんなと会えてよかったし、楽しいと思えてる。そうか。だから、ありがとうな。俺を言うのは俺の方だ。生きる選択をしてくれてありがとう。俺に記憶はないから素直にうなずけないけど、それでも俺は博士じゃなくてゼロに会えてよかった。博士は大事な友人だったけど、ゼロも同じだ。そう。あれ、照れてる？照れてません。じゃあそういうことにしとくか。あ、分かってるとは思うけど、このことは誰にも言わないように。もちろん。ならよしっと。そろそろ戻らないとリズさん迎えに来ちゃうかも。だな。じゃあ俺は戻る。もう怪我すんなよ。フェンこそ働きすぎて倒れないようにな。はいはい。これでよかったのかな。私、あれ、レニー起きてた？なんで？ってかもしかして聞いてたり。すみません、少しプログラムに干渉しました。盗み聞きですか。私覚えてるんです。え？博士のことはぼんやりとなんですが。でもデータ消去されたはずじゃ。なぜだか私もよくわからないのですが、ここに来る前のこと覚えてます。もちろんフェンさんたちのことも。言わなくてよかったんですか。よくはないよな。でも言えなかった、怖くてさ。そうですか。私も本当は覚えてたこと言わないつもりだったのですが、今話を聞いてしまったので。ごめんな、レニーだけこんな。いいえ、むしろ謝るべきは私です。私が見つからずにうまくやればこんなことには。それはレニーのせいじゃ。私はずっと博士に謝りたかった。私がいなくなった後の博士のことも何も知れなくて何もできなかった。今話を聞いてやっぱり博士に謝りたいと思いました。でも博士はもういない。謝れない。だから私はこれからは会えてよかったと言ってくれたゼロさんのために動きたい。そっか、うん、それがいいな。もう博士はいないんだし。